おはよう、4月21日湘南半チャンポ、2月から、ライブ配信と、アーティストプロデュースの、ね、融合企画を、ね、始めて、まあ、アーティストリーマープロジェクトっていう、企画をやって、まあ、丸2ヶ月経った、一応ね成果の報告をします。でこの、企画は、まあ、わしがさこう音楽業界で活躍できる人っていうのはライブ配信でも活躍できると思うね。そういうねこの5年間ライブ配信のまあ事業を一応やってきて、結構ライブ配信頑張った人はちゃんとね結果を出してんだよ。だからだったらもうこの今音楽業界にお金がないって言われてるこの時代でよ、ね、音楽業界大手事務所とかがさ、ね、アーティストを募集しといて、そのアーティスト志望から100万ぐらいのお金を取ってる、そういうさ時代なんで今って。それってさ情けないじゃん、音楽業界人としてさ、こうねえ歌手に、君も歌手になれるとかさ、そういう風な感じで募集しといてたよね。適当なオーディションで受からして、じゃあ費用かかりますよ100万円くださいってさ、おかしいっしょねえ。なんかそういうものの対するまあカウンターアクションとして、じゃあちょっとライブ配信を使って完全無料、ね、アーティストからの持ち出し費用はゼロで、ね、CD メジャーリリースまでサポートする企画があったら、まあ、面白いかなと思って、始めた、企画です。それがまあ2ヶ月経ってね、まあ、ある一定のまあ成果は出たんで、報告しますな。第1弾はポコチャ、ポコチャというね、アプリでやってみて、まあ、簡単に言えば、ポコチャの B ランク行くとレコーディング、 A で楽曲提供で、 S で CD メジャーリリースっていう企画ね。でまだねそこまでさ上の方まで行った人はおらんけども、ただポコチャで出会った、千夏子というねプロピアニストを、4月にね、赤さだなという曲を提供して、歌手デビューしてもらったりとか、あともうすごい頑張ってね歌手になりたいと頑張ってる人たちが、もう毎日毎日楽しそうにね、もうもちろんさライブ配信は楽しいだけじゃなくて、で辛い思いとか悔しい思いもいっぱいする、でもそれにめげずにがっつり頑張ってランクを上げて、あと一歩でレコーディングってとこまでねおる人もおったりとかね、すごいねこの企画やってよかった。まあただライブ配信っていうのはやっぱりそのアーティストの頑張りが見えちゃうから、あここは頑張れないんだ、あ今チャンスなのにここで諦めちゃうんだとかね、そういう人も結構おったり、まあ最初からこうあんまりやれんかった人もおったりとかね、まあそういう意味では本当に、まあ、浮き彫りになったなと思いますな。まあ実際ね、まあ、この企画にはさ、まあ、最初だけ時給を出すっていう、プランもあって、まあ、時給を出すか、もう完全出来高報酬で頑張るかどっちかの、まあ、2パターンあって、まあ、結果的に時給をもらわずに完全出来高報酬でやった人が、結果を出してます。なんでね、ちょっと時給制はもうやめようかな。なんか時給を、ね、保証して、ね、頑張ってもらえるかと思ったら、まあ、そうでもなくて、意外とねその時給を得るためだけに、まあ、ちょっとあんまりこう気合が入ってない配信をやっちゃう人も結構多くて、まあ、そこは、ね、逆にわしも、まあちょっと認識が甘かったなと思うけど、まあ、これも勉強だからね。まあこの2ヶ月間やってみていろんなこと分かりました。なんでちょっとねココチャは配信時間が多すぎるからね、かかりすぎるの、まあ、週5はやらんと絶対無理なんで、週5で2時間じゃ足んなかった、週5でやっぱり 3,4 時間ずつやらんとやっぱりこう上の方にはいけないアプリだったんで、だからそれだとね、コロナのさこうもっとひどい時期は良かったけど、これからさ、まあ、一応コロナが、まあね、規制が緩和されるから、
そうなってくると、まあ、ライブの現場も増えるしさ、ね、リスナーもさ、飲み会とかいろんなね、あの遊びが増えるから、なかなかそこまでのライブ配信時間を取れんくなるんだよね、やっぱり。だからちょっと、もうちょっと、アーティストでもライブをやりながら並行してやれる、そういうね、プラットフォームを一応、まあ、見つけたんで、そこでもやっていきます。ね、そのまあ、プラットフォーム名はまあここではまだ言わんけども、一応ね、海外も結構盛んなアプリなんで、俺もちょっとやってみたけど、結構ね、外国の人が、見に来てくれて、一応翻訳機能もあって、あ、ちょっと面白いかもと思ってね。で、マシタンがさ、一応その世界的にヒットした、ね、ナルトっていうアニメの主題歌持ってるんで、そういう特にさ、東南アジアとかね、やっぱすごい人気だから、この50歳になるわしでもワンチャンライブ配信でブレイクする可能性があるかもなーって思った。ね、あの何歳になっても諦めちゃいかんだよ。ね、50になる俺でもそう思ってんの。だから、20歳、ね、20歳、30歳の人たちが、そんな私はこれ向かないとか言っとる場合じゃ俺はないと思いますな。だからちょっと何、5月から新しいプラットフォームね、まあどうだろう、まあ、ポコちゃんのね半分ぐらいの配信時間で一応はやれそうなね。もちろんさ、頑張らんとね結果出ないよ。でもポコちゃんみたいにね週5、4時間ってことはさすがにないと思うから、そういうね新しいプランも出しましたね。それぐらいやっぱりライブ配信やらんとね、今ダメなんだよね。今本当にもうね、合う合わんじゃねえんだよなあ。で、別にあの音楽で食う必要ないじゃんね。自分でしっかり働いて別の仕事をね、かっこいい音楽やるっちゅうのも一つの道でも、音楽で食うんだったら、この時代さ、もうね、シンデレラストーリーはあんまないんだよね。もうなんか、だったらもうネットから、発信、もちろん TikTok でバズってもいいよ。バズるんならね。それか、ライブ配信で地道にファンを増やしていく、世界中に。その道しかね、今はね、とりあえず俺が想像つく中では、確実に結果を出せる、方法はないんです。だからね、ちょっとまあわしのこのね、うざいおっさんのね、たわごとかもしれんけど、もしもわしのこの意見にね、こう、ああそうなんかなと思った人は、とりあえずわしのとこにおいでね。ほんとね、ミュージックなんとかネットみたいなさとかね、いろんなね、SNS で、広告を出してる業者は全部ね、販売価格が出てますね。重要事項のところに販売価格88万とかさね。それって要はそのアーティスト体験を、まあ、販売するっていう、まあ、ビジネスは詐欺ではないね。だからでも何も知らないさ、若者がそれを知らずにさ申し込んじゃって、100万取られて、なんか1曲提供されてサブスクで出して、はい君は今日からアーティストですって、おかしいじゃんやっぱり。だったらちゃんと地道にライブ配信でファンを作って、そこでね報酬をもらいながらね、でファンが増えてきたタイミングでちゃんとリリースすれば少しは聞いてもらえるじゃん。それが大事なんだよ、ね、だからちょっとまあ、ちょっと今日ちょっとなんか口が悪くなったけど、そういうさ、情けない音楽業界のね今の現状を、まあ、一底辺音楽プロデューサーとして変えていきたい。だから俺はこのアーティストリーマープロジェクトを音楽プロデューサーとしてね、全てをかけてやっていこうと思ってるんで、アーティストリーマー募集です。ちゅうこと、今日はちょっとね暑くなっちゃったから、もう歌はねな、今日帰って、これから帰ってパン粉出しにご飯あげんでいかんだから。ちゅうことで今日はこの辺でバイバイ。